前回の七しブログは、あ、なんかでも確かにな、言われてみれば低くなった気がするわ。ちょこまかちょこまかいろいろまた変わってるんですもんね。こうなってないね。こういっちゃうんだね。こういっちゃうんだね。ペッパー当たってんじゃないの。洗えないいや俺洗うためにこれスカスカにしてるわけじゃねえ、言ったっけな。これこの切り方だとさ、バンク角そんな取れなくない。取れる。これこうなってほしくない。普通に後から知らねえ、なんか汚ねえのがなんか詰まってる。なんてやったらヤクルだよ。俺この間知ったんだけど、これボルトどこにあるってわかる。知らねえ。外すその真ん中のボルト、え、中にあるんじゃないの。あ、それかこれ外すとか。これびっくりしたのは、こうなんだマジックテープなのこれ。怖っ。これ本当こういうやつ。いや、こういうやつなんじゃないの。わかんねえけど、吹っ飛びそうじゃね。ひたすら探したんだよ。どこなんだって。これね、わかんないんだけど、押すとパチンと音がどこでパチンってなるのこの。え、こういうやつなの。パチンってなるやつなの。なんかめっちゃ硬いけどな、このマジックテープでも。信じらんねえぐらい勝て。ああ、どのバイクにも真ん中にボルトあるんでさ、このバイクだけボルトがないってことさ、どう外せばいいのってさ。ああ、考えた結果、こいつなんか無理で外してみようってなったら外れたと。えってなって、あ、これ詳しい方はちょっとコメントで教えてください。もう俺のだけこういう仕様じゃないよねで前オーナーがなんかやらかした説があるにしてはちょっときつきすぎだよ。すげえな、なんか怖いけどちゃんとパチッつんだったらまあ大丈夫なんだろうね。貯金箱。水たまんないか心配なんだよ。雨とか降る。別に溜まったところであれだば。中錆びっことは全然ないでしょ。なんか嫌じゃない、中に水たくあったら。スケルトンの良さだったらそれこそ。中で金魚買ったらいいわ、そしたら。確かに。餌どうやってやんの餌どうやってやんだよじゃねえよ。A few moments later. 寒い日でなんか寝るといいよ。いやでも全然寒くねえもん、この格好だったら。夜も寒くない。ただ、なんで繁忙で来たんだろうってなってた。でもあのヘルメットだとさ、繁忙もあのヘルメットも大して変わんねえじゃねえの。でもサングラスだったら多分そんな変わんねえでしょ。なんちょっとさっきから気になってたんだけどさ、そのサングラスなんそれ。NJPW1972。 これ多分アベルナのショップに入ってたやつ。あの島村系列の。ああ、なるほどね。なんとなくなんかね、それっぽいなとは思ったんだけど、でもめちゃくちゃチャッチーなと思ったの。で、なんかそれっぽさが出てっからさ、あえて言わんかったけども。今までつけてるやつはその場で突破した。あ、そうなのね。引かれた。いやね、あの普通の人は多分攻めるよ。フロントリップが怖くて俺は攻めないけどさ。いらんでしょ。後ろ外しちゃったら余計いらんでしょそれ。乗れんやん、だってシートねえんだもん。気合で乗らせるって。まあ、シートないやつに乗せた時点で違法だからね。違法っつうか道路交通法違反だもん。つけてさ、つけんだったらそれと一緒につけたらいいじゃん。あ、いいわ。今日の目的地は、やべえ、このままだと絶対琥珀見てなっちまうよ。そしたら琥珀ツーリングなっちまうべ、このままだったら。ちっちゃい子が多分エンジンかけたらこっち見るタイプの子だな、あれ。うん、機材入れたらパンパンだけどな。機材だけでパンパンだけどね。そう、でも案外ね、全然大丈夫なんだっけ。ここで止まってるだけ、ポン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 って。案外大丈夫なんですよ。
光んなかったって何？なんであそこだけクソ。いや新車で買った時はもちろんピカピカだったんじゃないですかそれは。いや違うね。そういう仕様なの。でもくすんできちゃうんでしょ。なんそのエッチな、それセブンのやつだろ。違う？あれセブンのじゃねえそれ。そうだ。え？でもだタッチのやつついてなくない？え、タッチ、これタッチできんの？なんか色が違くなかったっけセブンのやつって。違う違う違う。タッチできるこれ。おセブンのやつね。あん時買った。どっか行きたいとこなんすか？逆に。早めに帰ってこれ。そうなったらちょうどいい位置にあんの琥珀じゃねって。まあ確かに。帰りラーメン食ってきてもいいし、食わんで帰ってきてもいいし。確かに。帰ってきて時間あったら動画撮ってもいいし。確かに。琥珀行くか。飯はどこで？琥珀行って、今10時半でしょ。だから琥珀過ぎて11時だから、だいたいその辺。一緒にいただろこの野郎。じゃあ帰りそこで飯食って10時半ぐらいに多分あぐべ飯食ってこっちに12時半ぐらいに多分着く感じだ。すごい11時から。あじゃあ直で行っても全然大丈夫だね。えどっちにする？紅しき食ってから琥珀行くか、琥珀行ってから紅しき行くか。上腕やんだよなそれが。うん、紅しきで腹いっぱい食ったら琥珀が入るかってなんだけど、でデザートとして飲むかってことよ。でも最初に琥珀いっちまうとなんか腹いっぱいになってベリシキの飯があんまりうまく食えねえんじゃねえかっていう懸念がある。飯だな。飯ですね。琥珀飲まなくてもいいっていう。まあ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 それはベリ行ってからだ決めればいい。したら久しぶりだな本当。1ヶ月ちょいぶりのツーリングだよ。ソロ2しかしてねえ。何なのそれ。そのメタルギアの敵みてえな。何それ。俺も欲しいんだけど。これねメルカリで200円。なんで調べたら出るけど。メタルギアの敵って。ノボ用のフェイスマスクって調べると。それちょどっち、それそのメタルギアの敵のやつが500円で買えるのか、それともそのこっちのこっちのやつが500円で買えるのか。こっちはライコランドで2000円。あ結構すんな。でこっちはもうスノボ用だから。これマジ恥ずかしいがんで、ね、あいつ何あいつ何じゃねえよ。それ着ねえと寒くていられねえんだこっちは。でもこれをつけると全然違え。やっぱじゃ無敵なんだよマジで。そんなんであったけえの本当に。分かって素材的になんか薄そうだけど。薄いよだけど、あの直で風当たるよりかは。ああ、まあそれはな。あと何がいいって、髪の毛がうざくなんないってのがいいじゃん。なんか髪の毛そんなうざいあれでもないビューティー。今はあのもう一個のヘルメットとかさ。ああまあね、あのこうやんなきゃいけないやつね。だいぶ喉が苦しそうだけども。この人が何やってんのこの人。なんだっていいの別に。昼休憩だっぱい。ちょっと早めの昼休憩だっぱい。買いじゃねえんだからさ。そこにちょっと買い物と買い出し行ってきますじゃねえよ。こんなところできるとこあったっけ。え、そんなさ職業あったっけ。営業職とか結構そうじゃない。でも服も見えるけどスーツも見える。うん、そのデニム GU だろ。そのデニム GU だべ。GU のなんだっけ、トラッカーパンツみたいな、なんかそんなんじゃない。俺もそれ持ってきてなんかどっか行った。そんな色薄くなかった気がするけどな。しかも俺のめっちゃある、うん、見つかったらやるわ。そしたらやべ、止まってった。熱くなってきたわ。ガソリンある？ガソリンない？ある？大丈夫？はい、行きましょう。やべ、引っかかった。ピー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 。
はい、出発。ブレイクアウトめっちゃ久しぶりなせいかクソリアタイヤやっぱ太く感じるわ。僕と誰かっていうその2人でツーリングするってなった時もあんないかついバイク乗ってね、あんないかつい格好してますけれども、なんやねんほんとこのバイク。